これ本当のこと言っていいんですか？石原幹事は坂田でああいう、まあ、八百長裁判をして、はい、幕末は八百長ばっかりですね。一番最大の八百長は何ですか？宮家がまた復活するんじゃないかという、昨日買ってきたやつなんですけどね。これはどうですか？野村証券が入った時、それから公の仕事もやられましたよね。経済白書とかいろいろやりながら疑問が出てきて日本史に入ってこられたんですか？そうですね。子供の時からね、あのやっぱり不思議に思ってたことは、だいたい源平統一って言うでしょ、四世ね、これは日本人の8割ぐらい増えてるわけで、聞かれるみんな、いやうちは平家だとか、でそれがね、そんな4人から分かれたことになりますよね。片っぽ吉原鎌足と平野なんとか、そんなバカなことはありえない、ずっと子供の頃から思った。子供の頃から、うん、子供は何歳ぐらい？あれはね、中学校の時に私はね、どうも立ち話っていうのにね、はあはあ、興味を抱いて、あれ、少少数でしょ、極めて、源平統一のね、はい、でね、立ち話の運営者とって自分で習って、ああ、立ち話友人からね、来た年賀状ありましたよ、立ち話の運営者とって書いて、はあ、勝手になろう。立花家っていうのを知り、立花早成っていうね、はい、そうね、いましたし、立花諸見とかいろいろいました、はい、その流れの中っていうのは関係があったんですか？で、それで後で分かったんですよ。後で分かった。私は立花の、まああれですね、まあ、なるほど、牛の神とは言わんが、ああ昔からそういう意識はあったんです。俺はちょっと違うんだよって。潜在意識だろうね、あれ。潜在意識、なんで立花と名乗ったのか、立花。なるほど。中学2年と、ああ、その頃からも成績が抜群だったんですね。いつから東大行こうという気持ちだったんです。東大なんてあるも知らなかった、中学校の時ね。で、高校に入って、商業学校行くのが県立の東院高校ね。竹中平蔵の先輩ですからね。で、それで親父に聞いたら、あの、うん、これはもう行けたら東大行ったらいいわな。お父さんは陸軍関係の、まあこれはね、最後は順位ですね。なるほど。そういう親父の中の精神とか霊凍をついてるとかありませんか？うちの親父はね、石原幹事に非常に傾倒してまして、だから私の名前も打ち合い幹事、井口幹事ね。なるほど。石原幹事ってのは、あれ日蓮宗ですかね。そうですよ。あれのところに入ってメインになるところが途中で崩れたっていうけど、先生もトップに行けるところだけども、その石原幹事の悲劇って言われましたね。無関の王って言いますかね。これは悲劇と思ってません、ね、思ってない、全く逆です。東条とは対立して、知的なレベルは遥かに上だったけども、まあね、負けました。これ本当のこと言っていいんですか？石原幹事は坂田でああいう、まあ、八百長裁判をして、はい、それで結局あの海外渡ったんです。それで旧日本陸軍、帝国陸軍の、まあ、本筋を山下法軍と共に、でそれに馳せ参じたのが麻薬飲んで死んだことになってる天勝正彦で、もう一人は参議院議員になりながらですね、ちょっと行ってくるって言って帰ってこなかった辻正信。山下法軍のとこに石原と辻と天勝と、これがあの、これがですね、戦後日本陸軍を外でやってた。でこれはね、分からんと、それ今の情勢なんか分からんですよ。だから先生は時々ね、八百長って言ってますよね。八百長と思ってる、書いてる日本の歴史、みんなそれで勉強してるんですよ、若い人は。で、それは受験勉強はこれ役に立たない、私は、ね。役に立たない。受験勉強にはね。役に立たないね、確かに。しかし、その中で八百長というのは何で、まあ、幕末は八百長ばっかりですね、あれは。いや、あの、一番最大の八百長は何ですか？最大の八百長は、景気があれでしょ。まあ、景気さんですよね、ね。それと、やっぱり、あの、合図。会津とその桑名、これ兄弟ですわね、高須のね、高須さん、高須4兄弟の2人よね、1人が会津藩を継ぎ、1人が桑名を継いで、それで後の兄弟は、まあ、美濃の高須藩士と、あ、終わりか、とにかくあの彼らが全部ですね、わざと負けたんですよ。だからわざと負けたら八百長って言わないですか？なんちゅうんですか、こういう日本語よくわからないけどさ、普通はわざと負けるのは八百長って言うでしょ、あれ八百長です。ということは、井伊直弼も八百長の犠牲者になりますか？犠牲者じゃない、あれはやっぱり勝者です。勝者。井伊直弼は死んでいません。どういう意味ですか？霊的に残ってるんですか？いやいや、肉体的に。肉体的。最初から大体井伊家入る時からそういうことになってる。井伊家の、だから兄貴の11なんとかなんとかで入っていくでしょ、そこから。
あれ入るときに伏見宮国家親王とそれから伏見宮の第2子でしょうから、まあ、第3子というかあの要するに、当時の少年院の宮朝彦親王の前に誓ったそうですよ、うん、一心を投げ打って大老になってそれで全部仕切ってつまりあの景気に至る幕末の家庭の最重要人物がいい。だから一応人気はありますよね。それはあるんで、それでね、どこ行ったかって、これスイス行った。うん。間違いない。で、スイスに子孫がいるんだから。なぜかわからなかったんですよ。いいもんも入れ替わってますからね。今、養子でしょ。養子か。今言うっていうのとか。血はつながってない。もういいとか、あの頃だから全然、血なんかつながってません。いや、イーの本気はだから、スイスにいるんです。ああ、なるほど。しかし、今、血がつながってないということは、団結でなきゃいけないわけです。当たらないですよ、ワイン現象。そうすると、今みたいにね、一番新しい週刊誌新潮に出てきて、だから、ね、三宅がまた復活するんじゃないかという、昨日買ってきたやつなんですけどね、これはどうですか、まあ、アメリカというより、そのね、あの反日連合、反日国際連合が、皇室を根絶やしにしたいわけですよ。これしかないんです。まあ、それはあの主義は共産主義がそうですし、まあ、日本では日本社会党なんかも実質共産主義でしたから、とにかく皇室の断絶を祈るのは内外ともにあるんですね。うちでは野党。なるほど。それから、まあ、自民党の中にもそんなのに、うん。それから、外ではもう共産主義勢力と非共産主義、これを何ていうか。これを言うとまたね、誤解を招くけどね、まあ、世界王室連合。うん、王室連合というのはだからあのアイルランド、これも今王家なくなってるのに見えるけど、あ、その娘さんであの色の黒い方が向こう あの王子の妃になられたでしょ、メーガンさん、うん、あれはアイルランドのやっぱり王家の血を引いてる、まあ、これは断言じゃないけど、スコットランド王家、あ、ね、これはあの王家の血を引いてるのはマッカーサーですよね。それからアイルランドはあれでしょう、ケネディね、トランプもその系統なんです。だそういう系統と共産主義系統、共産主義は別に政治主導なんでもないんですよ。大きく根絶やしして自分たちの管理社会を作って、その中で格差を作って、能面プラスウラとなって、あとは奴隷的労働者をその、まあ、時間給で雇いたい。あのね、学生諸君ね、ちょっと難しいから、ちょっと僕なりに解釈しますとね、日本の文化、国体を卵にして、ね、君の分が君、天皇家の聞く。それで白身のところは刀とします。聞くと語らねえ。その中にもうこれは茹でたゆで卵になってポーンと揚げたらポカッとへこんでるとこがあるんだよ。これは気孔とエアチェンバーって言って、これが外からの酸素が入ってくるんですよ。出入りしてるやつがいるんですよ。それが伏見家だという考え方なんですけど、伏見家がなんでスパイモドキのことをしたんですか、ね、世界のワンワールドとくっついてやってましたよ ね日本の玉投げは伏見家、あ、つまり血統を保つためにどういう政権があっても、いつもここから出て告げるように続く。これをね、永世親王、伏見殿という。これちゃんとその言ってるんですもん。南北朝時代っていうかね、確かに。なんかそんなにね、津波の宮とっていうのも小さいんだけど、もうすごい、重要だという人が同じように、伏見の宮っていうかね、伏見の宮ってあんまりみんな意識してない。先生がものすごい取り上げてますね。この見えないところは力がある。研究したら出てくるんだから。出てくる。衛星神の伏見殿ってことはもうその頃からある。衛星神のよ。何十代経ったって神王なんです。うん、なるほど。で、神王は神王宣言して本当の神王になるわけね。宣言というのは、あの陛下がですね、神王にね、神王にすると。いうと、もうこれは養子っていうか、うん。なるほど。だからいつでも神王宣言して、で、その時が来たらその人って天皇になれる。私が見るとね、卵の中でポカッと入って、これは酸素が外から、卵の外から世界の上一番入って、こんなちっぽけなものがなきゃ困るんですけど、もし伏見家、ね、がなきゃ、日本の歴史はどうなってますか。伏見家がないことはありえない。ありえないけど。まだ日本がないです。ああ、そうか。日本がない。日本の歴史って、ない方の歴史言ってもしょうがない。伏見、要するに、あのまあ、皇統があればいいですよ。要するに、うん、あの長男が、あの某花園天皇になりまして、100代でしたかなんかね、それでその弟、あの定常親王が伏見で、まあ、実質初代ということになります。もうその2代ぐらい前から始まってるんですけど、でその定常親王がずっと伏見を今日代々ついてきて、大体小作さんでね、大体2、30人いるんですけども、うん、でそれで中にはね、
全部もうヨーロッパまで行ってですね、それで海外の節目を作ってるんですよ、うん、それからあのだからヨーロッパ貴族になってるんですよ、多くはね。どこになってるかって言ったら、ね、1、2、3例挙げます と、タクシーっていう語源になった、タクシス公社、これが郵便馬車、あの東ローマ帝国、神聖ローマ帝国内のね、郵便馬車、ポストのもとになったんですね。スイスの時計屋ね、あれみんな節目なんかブランドですよ。あの、ね、今も日本の女の人も見るかもしれないけど、あじゃあグッチとかエルメスとか、あれみんな節目の意味なんです。ほとんど元は日本から行ってるんですよ。あのね、それはなんか書かれてますか、うん、本の中にそこまでは入ってない。どっかで書いてる、これ僕は二十何冊書いてますから、ね、これは二十何冊ね、これ読み出したら10年かかるからね。あのちょっと簡単にいきますとね、あの皇室の中で南朝が中心だって言いながら大村忠之助とかバッと首のすぎ替えがあったと、それを醜いと捉えてる人がいますよね。バカですよ、あれは後醍醐天皇の長男沖永親王、うんうん、この方の直系ですからね。だから明治天皇首をすぎ替えがいつでも出てこれたわけですよ、さっきので言う。いや、孝明天皇も推薦されてるかどうかわからない。いや、だって孝覚天皇から別の王道になってるんですよ。別の王道というかヨーロッパから来た、うんうん、ベルギーです。ベルギーはあったね、ゴータブルムなんとか家っていうね、ベルギー王家は森永親王の子孫なんです。それからあれもね、ベネルクスみんなね、ネーザーランドの、ビルヘルム一世、うん、こういうのはみんな森永親王の子孫です。だからいつでも、まあ、極端に言えばオランダ王があの王家が来られたら全部天皇になれるんです。だからあれ女系に変わったりしてるからよくわかりませんよ、具体調べてないから。だけどちゃんと繋がってるはずですよ、男系は。男系はね、夫それを選んでるから、つまり森永親王の血筋であるということなんだ、第一王家。でだから大室もなれるわけですよ。なるほど、大室来たわけだね。大室虎之助、大室虎之助の来た先祖はだからアホが何も知らんで言ってるんで、ね、自分の都合のいいように。なるほど、そんなもんいちいち聞いてたらあんまない、話せば時間もったいないし。しかしそれはね、一般的に広がった場合っていう、一般のアホだから仕方ないよ。だからそれはウイルスだ、そういうもんです。戦争に負けてね、うん、まあそういうのあってる時代だから、やがてこれはもっとね、ウイルスだって収まりましたよ。ウイルスがあるからね。でそれはアメリカが持ってきたウイルス、アメリカともアメリカに、あのアメリカだけでキリストでもウイルスになった、うん、ね、あれまあ一神教ですよね。一神教ですよ、うん、それに対する日本の部分がものすごく免疫体として戦ってましたよね。第一一番大きく戦ったのは関ヶ原の戦い。関ヶ原ね。三の一日神道を 天海が作る。天海伏見の宮ですか。ああそうか。天海。天海って伏見の宮がね。三つ一説じゃないもんね。伏見の宮が丹波に亀岡に別居を作ってた安藤という家なんです。なるほど。いざという時にはあの伏見を継ぐ。そうやって別居を作ってあるわけ。なるほど。で、この伏見の家はだからずっとあの国を侵攻まで来て、うん、でも伏見を潰すことになりまして、なるほど、それで国の宮を作ったんです。なるで国の宮のお嬢様が誰と結婚したんですかね、広仁氏、うん、